どうも、パフォーマンストレーナーの相スケです。さあ、本日に、えー、11月の29かなはい、あ、二十ごめんなさい。<laughs> 未来を言ってしまった。29かお ?29 日ですね。はい、えー、チャコネダンスプラクティス、えー、2023年アンニバーサリーということですが、これはどういうことなんでしょうね。<laughs> 何かのアニバーサリーなのか、デビューのアニバーサリーなのか、はい、チャコね。チャ、チャコね。フランスで変奏曲、フランスの変奏曲という意味らしいですね。うん、どういう意味やろうと思ったんですけども。はい、今、まあまあですね。えー、昨日かな。えイプンんさんも、えー、出たということで、えー、すごい豪華でしたね。えー、TXC さんとかもそうだし。うん えー、ハイブ、エンティーミさんもそうだし、もうハイブさんもすごい力やね。はい。まあ、とにかく見ていきましょうか。お、行くぜ。これがヒスン君でしょ。ジョン君でしょ。これがソン君かな。で、これがジェイ君かな。これジェイ君。ソン君。 でニッキ君かな。最近ねこのあのジェイク君とヒスン君のこの違いいつもね混乱するんですけど最近ねなんとなく見分けがついてきてねそうジェイク君すごい鼻が高いなね,ね彫刻のような鼻持ってるなっていう。 以前このジェイク君とジェイクもすげえこんがらがっていたんですけどうんやっぱ見れば見るほど少しずつ名前というものは覚えていきますねうい。ジェイク君ヒスン君 ソン君ういジョーモ,モン君の体やら体が柔らかい見てもみもう何この力の脱力感 <laughs> うわさすがソンムジもかっこいい足の使い方ね今ちょっとかぶっちゃったけど 天取りしてるでもあのスウィートヴェロムなのニキ君はやっぱかっこいいねあ結構何回も見ちゃううおおソンフン君いいね体の使い方いいねこのウェイトシフトシフトした時のこのアングルがめちゃくちゃ綺麗ですね足の いいっすよね、縄文心は。こんだけね、点を取る、この足の使い方というか、使ってるわけじゃないんだけどね。勝手にここまでこうエネルギーが走るっていうんですけどね。まあ、すごいですね。どっつってちゃんと音を取れるという。うー。 おい,いい動きするねその詞もおいここいいっすねここなんか左に乗って左足でこの僕使い方ね本当苦手なんですよねなんだろうなダンサーさんって 前足を前足をこうグッと踏み込んだら前足で蹴って戻るっていう体のすごく使い方をするんですよねで僕とかだったら何だろう足を置くっていう感じなんですよねこれなんでこういう体の使い方になってんのかちょっとわかんないんですけど足置いてっていうか多分ね僕ら 早く、より早く動くことを多分重視してるから、重視してきたからなのか、ダンススクールとかだ、まあ、いわゆる先生のこう、ダンスの振り入れした時に、まあ、早取りをしてしまうことがすごく多くてね、ねあの、ダンスの先生にも、そうちゃんちゃんと音聞,聞いて、早、音聞きなさいって言われるんですけどね、うん、どうしてもね、足をこう踏み込んだ時の、 この踏み込んだこの足でちゃんと音を取ってさらにその足で蹴って戻る蹴って戻って音を取るっていうことが僕本当に苦手なんですよねグングングンってこれ絶対運速でもちゃんとこう音というかビートにはまってたりとかねうんでこれまっとうな線でこう決めてくるのがまった綺麗ですよね 君もいいね。足が長いね。やっぱ縄文君もいいよね。うわ、出た。うん、これやばいっしょ。この縄文史、ね、この、この。この柔らかさよ。 僕にないものがやっぱりね僕はいつも自分にないものを持っている人たちの動きもいちいち感動するんですけどこの手先の抜け方とこの肩のこの柔らかさ背中のこの手の通りの柔らかさっていうのかなあれは素晴らしいですねだからここの洗い目なんていうのかな力みのなさがやっぱこの手をきれいに見せるもう偉い分さんこれはもう本当に最強ですよねうでも絶対 この足死なないっていうこの使い方ねういほんとに柔らかいんジェイ君かっこいいっすよねおい見てもうみんな足が浮いてるよねうし二く君やばい ニッキくん。何この自由化されたこの足の使い方やば。おかかと見て、これ。このちょっとバルス・シンプソンのような足引っ張ってくるような。うんって多い,いね。うぃ。い見てこのジョンくん。かっけえ。うぃ。うぃ、きれい。 うんすごいっすね。いつむくんこの、この角度で、この愛されとってくんな。まあ、体に無駄なものが、力みも、無駄なものも全くついてない。ここまでにならなきゃいけここまで、人間がこういう動きを作り出せるっていうのは、私すごいっすよね。うぃ。 うんういしかし忙しいよね本当にもうあ新しい曲で看板したと思ったらまたこの振り入れしてるどうなってんの頭のキャパシティいいノリするねうんこれいいねうんいいっすねうい いやあ、丁寧です、二木君。うぅこれ見て、これ足のこういうせん繊細な使い方。うえーいよねー。うぅなんか、こういうの皆さん見てわかるように、昨日も僕、この話したんですけど、その、母子球で踏ん張るっていうことが、 僕が結構見てる中でダンサーさんってインに入ってくる時にグーッと母子球にこうのラインに入ってくるんですけど基本的にアタッチする部分は結構外側なんですよねうん外側の方に結構重心というかその動きの起爆点が結構乗ってるケースが多いから結構ターンアウトしてるんですよねまあどうでもいい話なんですけど なんでかっていうとねこういう足先の使い方するとなんか足を母子球で踏ん張ってっていう人が結構多いんですよ。でもね人間のそのベーシックでベーシックいろんな人で違うんですけど基本的にはその進行方向いわゆる歩くってことを考えるとかかとからかかとをついて足の外側のところにこうアタッチしてで ゴーよく言いますけど、外側の部分は go って我々は言って go ポイントですね。で、親指の母子球のところが go to zone って go to の役割をするとい touch go で ready to go to っていう。touch boom っ,っていう。そうだから外側母子球みたいな。外側母子球で人間ってで、外側に着いた時に外旋してきて、外側についてから 腰臭に流れて股関節が内旋して股関節進展するっていうそのトルクで我々ってこうね歩くこれがいわゆる西洋の文化なんですねで今西洋っていうか普通にこう人間のロコモーションっていって移動する行為ので現代でもやはりその古流の体の使い方をこうねすごく熱弁する 方もいるし我々はその交流の動き例えばナンバーの動き骨の連動だったりとか知っておくべきだと思うんですただこういった服を着てパンツを普通にパンツを履いてやはりもう西洋の文化で自分の親も育ってるわけだからそういった上ではやっぱり西洋の体の使い方っていうのを西洋って言ったらあれですけど、まあ、スポーツ科学というのかな。 うん、やっぱそういうスポーツ神生理学というかわかんないですけど、そういったやっぱその知識はどの大人を持つべきですよね。うん、なぜなら、やはり今ほとんどの人が動かない社会になってきて、それがいろんな病気につながってきて、歩行障害につながって関節障害につながると。で、今そういった社会を作ってしまったわけですから、今後の子たちもどん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 。 えー、体の動きが悪くなるで人間の体の構造は変わらない限りは人間は動かないと病気するわけですよだから今若い子たちでもそのすごく早い関節、えー、障害だったりとか糖尿病だったりとか肥満だったりとか隠れ肥満といわれるサルコペニアって肥満とかそういうのがバンバン流行ってるわけですよね。 そうする中で大変なのが今日本はとても貧乏になってきて一人当たりの GDP も,も韓国台湾にもボロ負けしてい,るしていくという、うん、かなり厳しい状況で、えー、今後10年後何が上がるかといったらこれ医療費ですだからどの大人も体の健康管理の仕方というものは今から学んでおかないとうん。 多分,多分とても辛い目に遭うのかもしれないですよね。わかんないですけどね。なんで僕これ、あの、日本人の人って誰かが革命を起こさない限りは全然前に進まないんだけど、やっぱりいいものはやっておくべきだと思うんですよね。うん、だからまあ、僕のチャンネルでよく言ってますけど、僕はこのダンサーさんとかアーティストから、すごくこう、なんていうのかな、 追求心とかその魂をグワ感じるんでまあ皆さんもねかっこいいとか応援したいっていうそのパッションからなんだろうね自分もこうなりましたみたいなそういう風なねなんかいい影響もねあの入れつつ自分でもこうアウトプットできるようなうんになってくれるこうファンが増えるといいですよねどのどのアーティストも僕もここにねいっぱいこうアーティストを並べてますけどもうんごめんなさい脱線 うん、いいじゃないですか、こうジョーン,ン君みたいな、こういう愛、それどうやったらできるようになるのすごい大事ですからね、胸椎動かすっていうことはね。あと、この指先の動きがすごい綺麗じゃないですか、これスティ、これ指先がすごく綺麗に動くってね、これまたね、皆さん、どん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 運動能力が低下すると分かると思うんですけど、こういうスパイラルの使い方とかね、そう。 まあ、どのチャンネル、前もチャンネルでやりましたよね。うん。こういう風な手のストラクチャーの使い方。ぜひやってみてください。ガチョーンみたいな。これ、頑張って、この人差し指と薬指をタッチさせて、で、こう、できる限りこの親指と小指を引き離して、で、中指を立てると。まあ、こう、これ、裏返したらちょっととんでもない映像になっちゃうから、やらないですけど、これね。そう。 この3本の小指と中指と親指は3本は立てて開いてっていうこういうそう是非の手の使い方してみてくださいそしてこれで重いものを持つとここに重いものはないんですけど、うん、こういったこういったものをこれ掴んでみてくださいうんこれナイプンさんのチャンネルでやったんだっけなうんそうすっごくやっぱ指先が綺麗だからこれ見るとねバーンってこういうの浮かんでくるんですよねうん是非こうやって握ってみてください 握れなかったら大変ですよ。これから先、自分の手先が動かなくなってくる。こういうのは皆さん、なぜ怖いか。手先が動かないと手がつけなくなります。手がつけないってことは手首の障害があります。手首の可動域制限があると、次は肩の制限があります。それはどういう意味なのか。転倒したときに、 手をついても手の役割を果たさないから肩が抜けて顔を打ってしまうとそういうわけなんですねどんどんその自分の末端の体の機能っていうものがなかなか感じられなくなってくるんですよね末端が冷えるとかがよくあると思うんですけど末端をどうやって動かすかとかあまり考えたことがないと思います末端の部分がどうやって 動かないと次にどういう関節がどういう影響を得てるかこの外側からピューとたどってくると肩を越えてくると検査関節を通って胸鎖関節から胸骨肋骨ってわけですよねはい肋骨の部分胸骨の部分いわゆる胸椎の部分でこれ可動関節です 肩甲骨じゃないです。肩甲骨は安定しているものです。肩甲骨は他の骨と連動して動いてくるだけなので、肩甲骨単体で動かしても、人間は別に何も動作は生まないです。ただ、胸椎振ると、前に引っ張られるように動きが作られるわけですね。だから、真実も皆さんもね、あの、だって、よーく見てください。ダンサーさん、肩甲骨だけこう動かしてる振りあります ないでしょ絶対胸,胸部と連動させて動いてるわけでしょこれ、なんか肩が動く、これ、肩甲骨って言うけど、違うます肩の関節が動いてるからね。肩甲骨は連動してるだけだから。うん。そう。ついてくるって感じかな。ついてこないのも原因なんですけど。うん。だからね、いろいろ。感じるものはありますよね。 なんかこう、なんだな BTS のジョン・グクスさんもそうですけど、なんかこういう動き多いよね、センターに手を持ってくる。なんだろう、これ、いうのこくの。見て、これ、ニキ君の足。See that? 内線しるでしょ。うんいって、股関節絞れてるでしょ。で、ブーン、そうそうそう、こういうやっぱり、 パッと見た時にねやっぱこういう風のなもうまっとうなこう体のつくりというかしてるんですよね指示底面狭く動くっていうのはこのアーティストのね今の人たち指示底面どんどん広がっていくんでねこういう風な線が細いですよねなんか溶けるように床に入るからね おーいいね。股関節、ブーン、進展やわらかい。おーいいね。ジェイ君。ブーン、いいですね。さすが。こういうアームスの取り方、よくできるな、ね、これ。わかります全くできもなこれ。手首しんでるの すんくんは大腿骨が長いねういい入り方するやっぱり本当ねこうやったブーンって入ってき方のこの股関節の制限のなさもうえん。うーおーみんなすごい うーニキ君、肩の引っ張りうん、出たジョごく君の移動うー、シャープだよねうぃ、緩急がすごい。うぃ あんなこんな動きの力のコントラスト出せないよね。いい。うぃ。かあ、ニキ君のもう、関節の動きはもうオビアスというかもうダイナミックよね。いちいち、スパイラル。足の使い方がめちゃくちゃねちっこくて、こうスパイラルな。 螺旋ねスパイラルってあの人間のその筋肉ってこうちっちゃく見てアクチンとマヨシンってこうありますけど DNA もこうスパイラルだしねそうだから人間というものはこうスパイラルスパイラルラインっていう筋膜のラインもありますけども、うん、やっぱ人間ってこう螺旋に体使えるっていうのがやっぱ 重要なんですよ、ね、だからそれってなかなか現代で体現できるっていう人って少ないじゃないですかだからそういった時にやっぱダンサーさんのそういうそのまあ何でもそうですけど例えばこの胸椎もそう愛それもそうですけどこう無限のようにこう動けば体もスパイラルな感じで動くしそれをこうねじればスパイラルになるし引っ張ればスパイラルになるし。 こう体現ででできる人たちの集まりですよねで僕が勝手に思ってるだけですけどあのこのチャンネルはもう自由チャンネルだから YouTube 自体が自由なんですっごい綺麗だよどう思うといいじゃないですか柔らけー自分の思った 言ているることとをちゃんと言葉でアウトトプットするそれが正解とか正解じゃなくたってだって体の動きに正解不正解なんてありますないでしょでその正解不正解100点満点なんてないんですよエンドレスだからだからみんな追求しまくるんですよだから多分みんなダンスシンと振り入れする時に絶 絶対に一人一人の指導の仕方言葉のアウトプットどういう感覚絶対に違うんですよ誰々はこう言って誰々はこう言った大事じゃないですかでもやっていることは同じだったりねだけども言葉から出てくるものは違ったりとか大事なことですどうせ正解なんてないんですきれいアライメントこれですよね毎回言ってるけど 毎回言ってくるこのキメガ柄がめちゃくちゃ面白い好きなんですね、僕ねこういう真っ当な線の取り方するただ上司がめちゃくちゃ柔らかいうー、来てるこれあの僕らで ATG スプリットスクワットっていうか言うんですけどこれね、うん、柔らかいよね これ皆さん真似してみてやってごらん。脊柱の粗めとまっすぐキープした状態で、かかとが座骨につきながらこれ前にブーっていってるでしょ。どう何かっていうと、脊柱がまっすぐキープできていって、こういった足の指がちゃんとこう曲がる、屈折しているっていう状態を作りながらって一番重要なのはこの膝関節のこの膜の柔らかさですよね。うん。スーッといって、 で、ひ膝つくと、世の中もう膝がつけませんという人多いですからね。いいね。ジェイクもいいね。ジェイクかっこいいね。ほんときれいなところに置くんだよね。うい。 う引っ張る筋肉的な体の使い方がうまい二輝くんの体ってどうなってんのこれムチじゃん骨あるのっていうだけどさバチッとした動きもするじゃないですか、まあ、確実にレジェンドですよね うイ、うぅ。ジェイ君めっちゃいい動きするな。なんか力強いですよね。やっぱ前から言ってるけど。一番初めに顔を覚えたもんね。一番覚えやすい。うイ、ふぅ。こんな使い方できないよね。うおこんななんで動きできるんだろう。やわらけ この曲難しいっすよね綺麗見てこのスパイラルなおいこれはもうスクショだな <laughs> いつもこれをいい部分をサムネにしてるんですけどこんなかい体の表現できないっすよ あとなんか、毎回言ってるけど、この、この表現に対してもそう、これ足もいいよね。これ使い方。うー。で、これさ、僕、いいなと思うのが、右足がほとんど動いてないでしょ。左だけが自由化してこう動くじゃないですか。つまり、その、皆さんこういうのやってみたらわかるよ。絶対に右足もなんか動くし、どこに重心乗っていいかわかんないっていうの多分多いと思うんですけど、こう割れ足のスタンスとってね。 イーブンスタンスになるとうんま,あまたちょっと見え方が変わるんですけど完全になんかこう少し左寄りにこうちゃんと芯が乗ってるって右足が伸びてるからこうねうん重心の取り方がすごくうまいっていうのとあとここの股関節にの制限癒着癒着って言ったら変かもしんないですけど制限がないからこう分離して 両方の役割分担が分離してこうちゃんと表現できるっていうのこれが大事ですよねで左に乗ってるからこそこの右足のこの屈曲がこんだけ明確にできるっていうのかりますバットキックってかかとが押しについてるようにつくるじゃないですかこれあるのとないので全然目に入るものが入ってくるものが変わってくるでしょうんでこの足のまとめ方ですよね これ綺麗ですよねこれもそうよね自分で戻ったダンス姿とかびっくりする足開いてるんですよ足閉じてると思ってもうん。うおーかっけい今のこ,こういう止めとかなんでこの綺麗にかっこよくできんだろう おいこれさこれ何かジョンウン君の中に生きてるような感じでしょこれがねエネルギーが人間の作ったエネルギーが何かこう自分でどっからかこれ作っててんだが胸椎うんちょっと難しいな振りが取れない 内静にして、止まって、肘を下げてる。エルボーがダウンしてるんで、右肘が下がっていく。ああああだからこうやって、右の肘というか、今、肋骨落ちてるの分かります右の肋骨がこう落ちて、で、相反して、左が上がってくるわけじゃないですか。これすごいですよね。相反して、左が上がってくるから、そのエネルギーが尽きないというか。 そのまま手に流れていって多分ポワッと落ちるんだと思いますうんやばくないっすかこれ <laughs> 芸術うわめちゃくちゃ体の筋的なも使いなんでここからね手ない手がないような体の使い方っつうのかなう おおこれ椅子んし結構広いんだねあ,あ結構バミリ級まであるんだね広いスタジオいやーまたベラベラ喋っちゃいましたねまあ好きに見てくださいさよなら